ヨークミンスター西側ミンスターの新郎ミンスター、聖火体石炎系ヨーク、ミンスター、またはヨーク大聖堂はイギリス、ヨークにあるイングランド国教会の大聖堂。イングランド国教会では、運営はヨークミンスター主席司祭が行っている。過食式のイングランドモシック様式の本堂には、幅の広い新郎、三次会場、 垂直様式の聖堂東側と合唱体遺跡、イングランドモシック様式の北側、南の浴炉がある。本堂には1338年に作られた西側窓が、東側のレディーチャペルには大東側窓ががある。北の浴炉には5人姉妹の窓と呼ばれる高さ16メートルのランセット窓が並ぶ。南浴炉にはバラ窓がある。 現在の姿になったのは1472年である。北ヨーロッパではケルン大聖堂に並ぶ最大級の聖堂建築物で、寸法は長さ160メートル、幅68メートル、高さ72メートルである。3世紀からヨークにはキリスト教徒がいたことが確認されている。627年、ノーサンブリア・オーエドウィンの洗礼式用に、 木造の教会が建てられた。637年、ノーサンブリア王オ,オズワルドによって木造教会が完成し、彼は建物を聖ペトロへ捧げた。しかしすぐに改修が繰り返され、8世紀には付属の学校と図書館が作られた。670年、聖ウィリフリットがヨーク大司教となる。741年、教会は火事で焼け落ちた。 教会とその周辺地域は、10世紀まで幾度もの移民族信仰に悩まされることになる。この時代、ヨーク大司教はベネディクト会出身者から排出されていた。1075年、デエンジンの信仰で大聖堂は破壊され、1080年から再建が始まった。ノルマン様式建築であった、この大聖堂は、1137年の火災で損傷した。 ゴシック様式による大聖堂建設が始まったのは12世紀半ばであった。大聖堂が現在の形となったのは聖化された1472年であった。1534年、カトリック教会から分離したイングランド国教会の大主教によってイングランド宗教改革がもたらされ、大聖堂の財宝の多くが略奪され、属する土地が失われた。 エリザベス一世時代には、カトリック教会の痕跡すべてを大聖堂から、拭い去ろうと、墓、ステンドグラス窓、祭壇の多くが破壊された。イングランド内戦中の1644年には、ヨークはオリバー・クロムウェル軍に包囲され降伏したが、トーマス・フェアファクスが大聖堂への、さらなる危害を阻止した。宗教的な緊張が緩和された後、 大聖堂修復の作業がいくつかなされた。1730年から1736年まで、かけ、ヨークミンスターの床前面が模様のついた大遺跡を敷かれた。しかし、1829年2月2日、非国教主義者で画家ジョン・マーティンの兄、ジョナサン・マーティンの放火によって、東側が激しく破壊され、1840年の失火は本堂、 南西湯の通路、南側通路の屋根を燃やし、外観を黒焦げにした。深刻な負債を抱えた大聖堂は1850年代に政務を停止した。しかし1858年からオーガスタス・ダンコムが大聖堂復興を成功に導いた。1955年、大聖堂北翼楼に天文時計が設置された。2005年11月5日、 ヨークミンスターは、ガイホークスの火薬陰謀事件失敗400周年を記念し、イルミネーションが行われた。ありがとうございます。